月夜の温泉は、群馬県利根郡水上町五間にある温泉。水上町に18カ所ある温泉地、水上かみ18湯の一つ。本記事では同一視されることがある、新沢温泉、黒岩八景温泉についても触れる。月夜の温泉は、JR 上越線、五間駅の北、三武山の麓に位置する。源泉は、山の裾野を500メートルの深さまでボーリングして、掘り当てたもので、 加熱して浴用に供している。温泉宿は、峰の湯月夜の館一軒。日帰り入浴施設が、み上町営温泉センター三部の湯一軒。高台にある温泉地からは、眼下に広がる里山の風景を望むことができる。正和の森の棚田と根川を挟んで、対岸、み上町月夜のには、新沢温泉があり、温泉宿、正和の森が一軒ある。こちらも、 水上十八湯の一つであるが、正和の森が月夜の温泉として紹介されることがあるなど、しばしば月夜の温泉と同一視される。また、トムス株式会社による温泉水のデリバリー、稲荷の湯の源泉も水上町の町内にある。かつて月夜の温泉という名称で提供されていたが、現在では当地の名称、黒岩八景の名を冠した。 月夜の黒岩八景温泉という名称を用いている。採取した温泉水をタンクローリーで首都圏の個人客、法人客向けに配送している。ありがとうございます。